野生類サックス吹きの野永です。よろしくお願いします。あ、もしかして気づいちゃった？いやー、やっぱね、見る目が違うね。その通り、ブルーライトカットメガネをかけています。誰が気づいたことだろうか。それは関係なくて、今日は何をするかと言いますと、12月5日毎日サックスを投稿し始めて1年経過しました。あー、もう最初はね、どんぐらい続けられるかなと思って始めたんですけど、いやー、なんとか1年、本当にあの動画見てくださる皆さんのおかげで一回も一日も休むことなく毎日投稿ができました。ありがとうございます。あのコメントもいっぱいいただいたりして励みになったし、始めてよかったなと、何回も思いました。基本的にその時々の流行りの曲を演奏することが多かったので、だいぶね、その時何が流行ってるのか、どういう音楽が流行ってるのか、だいたい聞くことができて非常に勉強になりましたね。あとはその日誕生日を迎えたアニメのキャラクター、ゲームのキャラクターとかのにちなんだ曲を演奏したりですね、もうその辺は完全に僕の趣味全開でやらせてもらいましたけれど、それもね、あ、この人今日誕生日なんだとかね、いろいろ気づきがあって面白かったです。ちょいちょいリクエストもいただいたりしてですね、本当にありがとうございます。なんか今日はピンとくる曲がないなと思った時に、あ、リクエストそういえばもらってたな、あれやろうみたいな感じで、やってました。で、今日はそのマインサックス初めて1年経ったよ、おめでとうということで、今まで過去1年分の毎日サックス全部見返したいと思います。くぅ、大丈夫かな。1日まあ3、40秒ぐらいとはいえ1年分ありますんでね、結構な量です。さっき計算したらほぼ3時間分ありました。なんて企画を考えてしまったんだ。もうね、ダラダラしてるとどんどん遅くなっていってしまうので、さっさと見始めましょう。ではレッツゴー。じゃあ行きます。ゴーン、ゴーン。懐かしいね。これなんで画面逆さまにしたんだろう。これね、なんかね、逆さまにしたらなんか面白いんじゃねって思ってやった記憶があるんだけど、何も面白くないね。この頃はね、ショートっていう機能が始まったばっかりで、あんまりこう使い方分かってなくてね、もうちょっと本当は短い方がいいんだよね。長い長い長い、そんなにやんなくて、サビはまだかい。音質悪いな、ほんで。ガリガリ言ってん、ずっとガリガリ、カッコカッコって音がずっと、長いな。なんでこんなに音質悪いの？あ、終わった。うわぁ、びっくり。長いね。レシャープ、ミフラットでずっと共鳴起きてる。レシャープだけ、コーって音が鳴る。こっからでいいんだよ。サビからでいいの。ほら、こんなとこで中途半端に終わるんだからさ、サビからでいいんだって。PSP の発売日でモンスターハンターの曲っていうのがね、なかなか、ポケモンショックの日っつってポケモンの曲取り上げるの正気かって思いますけどね。グリーンの E は確か5個だったと思います。確か5個。まだ足りないけど、せめて言わせて。ここで割るんかい。幸せです、どうぐらいまでいけるやん。
しく。やだな目があってすごい目があってやだな。はい、12月終わりました。いやもういくつ寝ると正月の、ね、数えてみましょう。駅伝とか俺全然見たことないからわかんないけどさ、めっちゃ封印された。いやそれはダメだろう、それはダメだろう。同じ曲やん。封印魚、これもねエロゲの曲です。これもねたくさんアンサンブル女声カバーも投稿してるので、よろしければご覧ください。タイム、おー、あーそっか、これヤマト、宇宙戦艦ヤマトの、サクサンサンブルカバーを投稿した日ですね。確かね、この日にチャンネル登録者数、この日だったかな、この日かこの次の日にそう、この辺でチャンネル登録者数100人に、到達しまして、100人到達したのがこの頃か、1月末ですね。1月末にチャンネル登録者数100人到達しまして、ありがとうございます。そっからどんぐらい、まあ1年かからないぐらいで、まあ600弱ぐらいまでなんとかたどり着きまして、本当にありがとうございます。お、2月じゃないや、1月終わりね。フェイトはね、もう規模がでかすぎてもう今更追えないなっていうね気持ちが、あ、これがあった。新婚さんいらっしゃい。新婚さんいらっしゃいってね、確か終わったんですよね、今年の4月だかあたりで。怒られるよ。お前はちょっと怒られてこいよ。お前も怒られるよ。君だけの歌を歌ってくれ。それもまた全部腐る。お前も怒られるよ。全員怒られてこいよ、一回。うわ、自分の曲やり始めやがったよ、こいつ。なんで？なんで？なんでこの時自分の曲やったんだろう。うわぁ。誰も知らんわい。誰も知らんわい。なんだそれ。そんなにネタ切れしてた？建国記念日の前のやつのやつってなんか俺もわからんのに誰もわかるかい。なんでこれで5出しちゃったかな。マクロスはいいぞ。特に初代が一番好きです、私。曲が軒並みもう名曲ばかりで、あなたの後を、うん、超時空要塞マクロスか、ぜひご覧ください。ふらふらして追ってゆく、ギラギラ続く白い砂浜、
これはね、もう長くなってもいいからいっぱいやろうっつって、ちょっと長いんですよね、この時は。この一本だけ。リズムを入れんな。トムとジェリーね。おお、これ変化球系ね。ビスケット焼いたんですよ、わざわざこのために。痛い、うん、でしょうねと同じルールあ、ちゃんと2つになったんですよびっくりした、綺麗に割れてたもんな。はい、2月終わりね、3月です。撮ってんなえ、マクロス、またまたマクロスです。確かね、このちょっと前ぐらいにマクロス見てて、すごい当時マクロス大ハマりしてたんで心が光の矢を放つ。ナウシカのやつだな、これは。確かにナウシカのやつだわナウシカのやつでしかないし、なんならナウシカのやつって言われたらこれしかないし。すげえ、つかんのかい。だろうな、だろうな、すっかい。あー、来た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 。はい、もう予防線がねこれはそのぐらい予防線張るわ肉ドレスがね、こう頑張って再現しようと思ったんだけど、なんかね、ちょっとヤースっぽい感じになっちゃいましてね。いやー、センシティブくらい。3月終わり、はい、3月終わり。おっと、ゴーマッソよっしゃエコーをちょっとエコー入れてんな、セルフで。ああビトゲンシュタインの誕生日を祝う人いないぞ、 YouTube でいやあのね、エロゲ界隈では有名な素晴らしき日々っていうね、ゲームがありまして、その中でビトゲンシュタインの話がたくさん出てくるんですよね。ビトゲンシュ、だからエロゲユーザーにとってビトゲンシュタインといえばもう、素晴らしき日々っていうぐらいのね、もの、名曲かもしれん。あ、この辺あれですね、星のカービィのスーパーデラックスを起動してから春風と共にクリアするまでの曲をコピーしたのを、あれですね、サクサンサムルで多重録音したやつを投稿したいですね。ぜひご覧ください。結構頑張ってますんで。全然気にしなかった。激突グルメレースで、てじゃない方やるやついねえんだって。スパデラ結構ちゃんとやってないとわかんない。ここからね、ホリックが話題、もっと話題になればよかったんだけど、なかなかそうはいきませんね。これね、これ俺好きなんすよ、結構。おいお茶って言ってるよね、これ。俺これ好きなんだよな。
あ、この時だ。この曲をとこれを投稿したら、あいみょんさんがご本人が TikTok かな、 TikTok とかにも上げてんですけど、 TikTok であいみょんさんがいいねをしてくださって、あ、ありがとうございます、ありがとうございますって言って、あいみょんさんがご本人が反応してくれたんですよっていうのをショートで動画で言ったら、それがまたちょっと再生されました。結構めっちゃ額見てる、めっちゃ額見てるな、これ。この目はめっちゃ額見てる。キュッて目がいったもんな。完全に額凍ってるな。めっちゃ額凍ってる目だな、これ。出たー、ゼロジーラブ、ゼロジーラブ、大好き大好き、ゼロジーラブ。帰り道いつもの角のあれですね、またまたマクロス、初代の超軸要塞マクロスの曲ですね。めっちゃいいんだよな、この曲。予告もなしに、めっちゃいいんだよな。消された私、一応楽器吹かないな、こいつ、こいつ楽器吹かんな。だけど、だけど、だけど、頭フラフラ、心ふわふわ、ゼロジーラブ。楽器吹かないな、こいつ、楽器吹かない気だな、こいつ、ゼロジーラブ。楽器吹かないな、こいつ、風に乗って、もう歌う、楽器吹く時間なくなっちゃうぞ、楽器吹く時間なくなっちゃったぞ。吹けやい、楽器吹けやい。なんで持ったん、なんで持ったん。お、5月終わりってことは半年分終わった。いやー、終わったー、終わったー。あと6月から11月分まで。一つでだ。これもね、またエロゲの曲でございます。エロゲの曲が来るとテンション上がるおじさんになっちゃってるけど、ポンっていうゲームメーカーがありまして、曲が結構いいのが多くてですね、堀江翔太さんっていう方が曲を作ってるのが後半の方は多いんですけど、ポンっていうメーカーのですね、長いね。髪長いね。6月切った方がいいよ。絶対大胆、うん、髪切った方がいいよ。ジャパニーズボーイ中塚たけし、中塚たけしさん僕好きなんですよ、さっきも言ったけど。これはあれです、ノリトを歌詞にして、日本語なんだけど日本語に聞こえない曲っていうコンセプトで作られた曲で、でそういうコンセプトにもかかわらず歌なしの状態で東京オリンピックのオープニングの曲になってしまうというね。いやー、あれで、いやーね、もう一大有名になっちゃうかなと思ったら全然ならないですね。ツイッターで中塚たけしさんの曲だって言ってるのが見た感じ50人ぐらいしかいなくて全然話題になってなかった。いやー、もうちょっとね、話題になれば、曲聴かせたらわかるっていう人もねいるんですけど。終わりました、6月終わりました。あと5ヶ月。長い長い。あ、これ結構再生されたやつだ。1.6 万回ぐらいいってんのかな、今。ありがとうございます。
コイン全然取らんな。もうちょっと取った方がいいぞ。頑張ってるけど、コインもうちょっと取った方がいいと思うんだよな、俺は。2枚しか取ってない。いやー、撮影長すぎて、画面録画が止まっちゃいました。2時間までしか撮れなかったみたいで。いやー、2時間経ったか。あと1時間あるぜ。今全力で駆け出すんだ。髪切れよ。髪切れよ。全体がモサモサって動いてんじゃん。髪切った方がいいってさすがに。髪モッサーじゃないんだよな。多すぎるだろう。結構大変なんですよ、上向いて拭くとかね。意外と大変です。あ、まだまだ上向いてるよ。髪え、だって俺6月の半ばのあたりの動画見てる時には髪長えなって言ってたぞ。そろそろ切った方がいいって。髪の毛多いって書いてあるよ、もう。あ、これね、髪の左側がフュッてなってるんですよ、これ。これね、あれなんですよ。メガネに髪の毛が乗っちゃって、もう肩がついてんの、こういう。あ、髪減った。髪減ったぞ。やっと切りました。1ヶ月長いと言われ続けて、やっと切りました。もうちょっと切ればよかったのに。もうちょっと切ればよかったのに。あ、まあいいや。お邪魔したアニメでーす。あ、メガネが。あれ、どこ行った？メガネの人間はね、メガネ外すと 目が見えなくなるから、メガネ探せないの。なんだかとっても通天閣メガネを探すためのメガネが必要なわけ、我々は。マクロス。これはね、マクロス7ですね。マクロス7っていう、マクロスの中のシリーズ。テレビアニメだけで言うと2作目になるのかな。これは完全に焦った。うわー、くそ。この時にだけあなたに訪れる。俺、そんなわけないもんな。子供の時に訪れてほしくないもん、こいつ。怖い怖い怖い。あ、初音ミクの誕生日ってことで、メルトをね、僕は、ちょっと古い人間なんで、初音ミクといえばメルトだと思ってて、メルトの多重録音、サックス女声多重録音も投稿しているので、ぜひご覧ください。8月終わりですね。8月終わりました。お、パッヘルベル、カノン、ワンパート撮ったら4パート撮影終わっちゃうっていうね、それが非常に良いです。これ T スクエアのね、宝島吹奏楽版がね、よく演奏されますけど、吹奏楽部とかでね演奏されますけど、僕もやったことあるんですけど、何回か
このソロの楽譜を練習するのがめんどくさすぎていつもアドリブで適当にごまかしてたんですけど、今回ねなんかまあ訳あってこのソロをやることにちょっと練習しないといけなくなりまして練習したんですけど、難しいね。これあれでしょ、須川さんがレコーディングで吹いたやつをそのまま投稿しただけだから普通に難しくて、でそれをみんな知らずに練習させられてヒーヒー言うわけですよ。髪長いよ、髪ちょっとしか切らないから髪すぐ伸びちゃったじゃないか。わあ出た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 、これねこの動画そのものはまあそこそこなったんですけど、まあねそこそこには再生されてるんですけど、このガムテープをね黒く塗ったので衣装を作ったんですけど、これを剥がす動画が僕の今までの動画でダントツで伸びまして3万再生くらいいきましてね。あこれですね、ずとまよずとまよ音楽隊かなんかっていう公式が運営してるそのずとまよのカバー動画、カバーしてる演奏してる動画とかをツイッターで紹介していくっていうやつで紹介されてまして、びっくり、なんということか、ありがとうございます。10月終わった、あと1ヶ月、出来たてのポップコーンはいかが、出来たてのポップコーンはいかが。本物見たことないんだよな俺、このポップコーンの春吉のポップコーンのやつ。何度も何度も笑い合って何時間か足りあってもソーガルフレまたマクロスだよマクロスデルタ、これマクロスデルタ一番最新のやつですね。これねストロベリーノーツっていうエロゲの曲でございます。またエロゲの曲でございますけれども、ストロベリーノーツというゲームですね。フックソフトかな、フックソフトっていうゲームブランドがありましてそこのやつなんですけど、ヒロインが結構多くて、しかも隠しヒロインとかロシアンルーレット選曲、これね僕去年見たんですけど、なんだっけ去年かな、曲名が出てこない、曲名が出てこない、なんだっけ、なんだ、ダーティーペアっていうアニメの曲です。あーもうちょっともうちょっとで、もうちょっとだ、終わる。生まれも育ちも葛飾柴又です。嘘です、嘘です、大嘘です、大嘘、大嘘。うわーこれで終わりか、11月終わり、11月終わった、もう残り5日。クリュクリュリお前帰るですよ、エンディングでね、早手のごとくラスト2デイドリームカフェ、ごちうさの主題歌ですね、心がぴょんぴょんするんじゃーって、国家斉唱ってやつですね。こちらもデイドリームカフェ、サックス&女声カバー多重録音投稿しておりますのでぜひご覧ください。おとといかな、おととい投稿されてますのでぜひご覧ください、よろしくお願いします。こんなに好きなことは内緒なの。ラストワン、
ガラスの仮面でマスを取りました。1年間かけて、続けてきた毎日サックス終わりました。ありがとうございました。ただマジ疲れた。まあこんな感じでですね、これからも今まで通り続けていきますので、ぜひご覧いただければと思います。その他の動画もですね、いろいろ出しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。高評価とか、あと他の人に共有して拡散してくれたりとかも、チャンネルにとってもすごくプラスになりますし、僕も嬉しいので、よろしければ高評価をしていただいたりとかですね、拡散していただいたりとかしていただけると非常にありがたいです。ちょっと生々しい話にはなりますけど、もしね、チャンネル登録者数1000人いきました、再生時間が過去1年間で4000時間いきましたってなると、収益化ができるようになります。動画頑張ったら収益が発生するんだったら、まあもうちょっと、力入れてこういうことやってみようかなとか、活動の幅を広げたりとかできますので、収益化達成するといいなっていうのは一つ目標としてありますので、ぜひ皆さんの力をそういう意味ではお借りできればなと思っております。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ね、高評価、それからコメントもですね、よろしければお願いします。ありがとうございました。バイバイ。